ルペイアンブレは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域圏、オートイコールロワール県のコミューン、県庁所在地及び、ブレ地方の中心地である。かつては短く、ルピュイとだけ呼ばれていた。町並み地名はピュイから来ているが、これは古いラテン語のポディアムから派生した名称である。左の写真にある二つの教会が乗る岩は、火山の名残、奥の小山も現在活動していない、小火山である。1988年3月10日のデクレにより、同年3月18日より正式名称が、ルピュイから、ルピュイアンブレとなった。オック語では、ロプウェイでビライと綴られる。青銅器時代の間、地中海地方に鉱物が供給される。唯一の道は、ローヌ川渓谷を通る、鈴の道であった。アルモリカやコーンウォールで産出される鈴は、ロワール川川口に輸送された。そこからローヌ川を遡り到達したのである。紀元前1世紀、シケリアのディオドロスによって、この鈴の航行は、ローヌ川川口に達するまで約30日かかったと記録されている。別の行き方として、ルピュイからルー峠へ向かう道を通り、ロアンヌを通過していたようである。鈴の道が安全であったわけではない。同期時代の終わりに作られたロエクスの墳墓がそのことを証明している。クロット地区に位置する墳墓には30人分の遺体が埋葬され、そのすべてが負傷、または重傷を負っていた。鈴の輸送に関して地元民との戦争があったことを意味しているのだろう。ガリア系のエラウィ族が占有していた土地をローマ人が征服し、彼らは移住してアニシウムと呼んだ。ローマ時代、現在大聖堂のある場所は信仰の中心であった。その場所はもともとガリア人が同じく信仰の場所としていた。大聖堂の扉背面には、ラテン語の碑文アジドに E.T. アグスト、セックスタス・ミューザカス・トローニアス DSPP が刻まれている。ローマ時代の遺構の多くが主楼を建てるために使用されてきた。2005年、コストデフェルヌ住宅団地を建設中に、ガロローマ時代、紀元1世紀後半のビラの遺構が発掘された。このビラは3世紀から4世紀まで使われていた。キリスト教徒への迫害の時代、信者への憎悪によって、ブリュードのユリウス、聖フェレオル、聖イルピズ、聖マルセルが殺害された。ローマ帝国がキリスト教信仰を受け入れた後も、聖シャフルが死刑にされている。聖シャフルはアルモナスティエシュルガゼイユの修道院、創設者である。5世紀の異民族信仰時代、ルエシウムも被害は逃れられなかった。一部の人々は365年頃、ボジー司教区を守ることを諦め、ルピュイの土地に移住し新たに、司教区を作ることにした。ルピュイの土地は、外からの侵攻に防御するのがたやすく、適していたのである。5世紀終わりのオーベルニュは、波乱の時代であった。クレルモン司教シドニウス・アポリナリス、そして、ローマに忠実なガロローマ人たちの反対にもかかわらず、475年に、皇帝、ユリウス・ネポスは、ブレも含まれる属州の管理を、西ゴート族に委ねた。ガロローマ人の伯であるウィクトリウスは、エウリック王からアルベンヌ公位を授けられた。507年のヴィエの戦い後、クロビスがアクイタニア全土を征服した。パヌサックの塔9世紀、聖母マリア崇敬が町で重要視され、町の名はアニシウムからルピュイ・ド・ノートルダムとなった。924年、アキテーヌ公並びにオーベルニュ伯であった。ギヨーム2世が西フランク王、ラウールの総主権を認めると、ギヨーム2世同意のもと、司教、アダラールに対し、ノートルダム・デュ・ピュイ教会に隣接する町とその中に、含まれていたオーベルニュ伯のドメーヌすべてが与えられた。市場を開く、権利、通貨の法律などが与えられ、司教は、ルピュイ・ド・ノートルダムの領主となった。955年、司教、ゴドスカルクは、ランへ向かい、924年にラウール王によって行われた寄進をロテールに追認させた。961年、司教、ゴドスカルクはサンミシェル・デ・ギュイユ礼拝堂を聖別した。10世紀からブレは司教伯の領地となった。町はブレ地方の中心かつ司教座の中心であった。この頃すでにスペインから一部のイスラム教徒がやってくるほど熱病の医師による癒しは有名になっていた。ルイ聖王が黒い聖母を町に与えたことからさらに知られるようになった。ルピュイには何千人もの巡礼者たちが訪れるようになり、大きな繁栄を経験した。このルピュイ巡礼は、中世を通じて、フランスで最も有名な巡礼の一つであった。なぜならば、サンティアゴでコンポステーラへとつながる主要な巡礼路4つのうち1つであったからである。司教、ゴドスカルクは951年に初めて、サンティアゴでコンポステーラ巡礼を行っている。1095年、ローマ教皇ウルバヌス2世は、第1回十字軍使節として、ルピュイ司教、アデマール・ド・モンテールを指名している。1148年、ルイ7世は宮廷を引き連れて、ルピュイを行幸し、この地で聖母の飛翔天日を祝った。1142年、トリポリ伯レーモン2世は、ルピュイ司教に対し、自身がベラブ地方に所有する全財産を寄進している。これが、ブレ伯領に関する最古の記録である。ブレは、オーベルニュの一部であった。この文書はオーベルニュ及び、ブレ伯ロベール3世に送られた。封建時代には、ブレは、ギュイエンヌ公のアパラージュとして与えられた。1162年、ギュイエンヌ公とルピュイ司教との間に、いさかいが起こった。侮辱された司教は、フランス王ルイ7世のもとにこの問題を持ち込んだ。王は、高位聖職者に肩入れしており、ギヨーム2世から、ブレ伯領を取り上げ司教に与えた。しかしその後、1307年に、ブレは、王領に統合され、フィリップ短麗王は支配権を教皇と共有することになった。これは地方で最も輝かしい一族であるポリニャック家の地位を築き上げることになった。巡礼者や成功したビジネスの展望に引きつけられた商人の富がもたらされたのである。1220年から1240年の間に町を取り巻く壁が建設され、18世紀までそれが町の境界となっていた。パヌサックの塔は町を取り巻いた壁の一部である。中世のルピュイは宗教都市というより、むしろ権威ある文学の町であった。サンマヨルのアカデミーは、オクシタニア全域からの学生を受け入れていた。町はまた、オック語の施策で有名であった。ブレ地方は、1377年に創設された、ラングドックの王国政府に依存した。そして1789年までルピュイは、他から独立した大管区であった。ルピュイはパリとサンジルをつなぐレゴルダーヌ街道から近かった。1907年頃のトラム1905年頃の三類広場20世紀初頭の市街巡礼とともにルピュイの繁栄を担ったのはレース生産であった。ルピュイのレースについて記述した最古の記録は1408年である。1640年、残念なことにトゥールーズ高等法院は貴族やブルジョワたちからの召使いが雇えないという抗議を受け付けた。この時代、地域で7万人もの女性たちがレース生産に従事しており、レースのついた衣服の着用が禁じられると、レース産業は荒廃し、失業者が溢れた。イエズス会の神父フランソワ・レジスはこの状況を変え、高等法院の決定を無効にさせた。ルピュイは、セベンヌ山脈のユグノーから攻撃され町に被害を与えられても常に抵抗した。司教、セネクテール氏は、聖母の敵をかわすため鎧を身につけ、剣を抜いた。また、アンリ4世がカトリックに改宗していたにもかかわらず、数ヶ月にわたって、彼をフランス王として認めなかった。1886年、ルピュイ・アンブレー家が開業した。1896年には市街を循環するトラム路線が開業し、第一次世界大戦まで運行された。第一次世界大戦中、ルピュイ都市圏には刑務所が2カ所あった。一つは、ロッシュアルノー孤児院で、ドイツ軍将校が収容されていた。もう一つは、ブリーブシャランサックにあったかつてのシャルトルーズ会修道院で600人の民間人捕虜を収容していた。こうした民間人捕虜は、大半が旅行者で、1914年8月より、フランスが戦時体制を取ったため、敵国人とみなされ、捕虜となった。第二次世界大戦中、占領されていたルピュイが解放されたのは、1944年8月、フランス軍第1機甲師団によってである。ルピュイは、オーベルニュ地域圏南東部、県の中心部に位置する。バランスとは 110km、サンテティエンヌとは 75km の距離である。オーベルニュの一員であるにもかかわらず、ルピュイはローヌアルプ地域圏の続きのように、特にサンテティエンヌやクレルモンフェランから見られている。町は、ホレズ地方とは国道88号線と、地域圏首府とは国道102号線と接続されている。町の南西と北東ドレゾン川が流れる。北部及び西から東へボルヌ川が流れ、北東部にてボルヌ川はドレゾン川と合流する。気候は反対陸性の山岳気候である。町がいくつかの大規模な山地に取り囲まれているためだが、冬は厳しく、特にはビュールという北風が吹き荒れる。1983年7月22日に最高気温摂氏 37.5 度を記録し、1956年2月15日には最低気温摂氏 23.3 度を記録している。年間平均気温は摂氏 8.9 度である。ソース=1999年まで LDH、イヘス、カシニー、2004年以降、INSEE ポディエンシス街道ルピュイは、現代のサンティアゴでコンポステーラの巡礼路の一つ、ポディエンシス街道の出発点である。ルピュイを立って、次の交差地点は、ヴァル=プレ=ル=ピュイのサンクリストフ教会である。カリクストゥス写本の巡礼案内記において、ルピュイについて、通過地点としてその名が与えられていることを除けば、何も言及されていない。通常言われているように、出発点であることは示されていない。エメリー・ピコは、ブルゴーニュ人とドイツ人においてこう話している。より一般的には、ヨーロッパの東側からやってきたサンティアゴを目指す巡礼者たちは、ポディエンシス街道の名を与えた偉大なる聖母、マリアの聖地から巡礼の旅を始めるのだと。最初の施領所は、大聖堂の反対側に建てられたオテルデューで、1140年代からそこにあった。創設された当時の公文書は存在していない。しかしルピュイは重要な巡礼の中心地であるので、本来の目的は聖母を崇敬する巡礼者たちを受け入れることだった。サンティアゴ巡礼者のために創設されたことに言及する公文書はないが、扉は彼らのために開かれていた。多くの寄進がオテルデューの収入として役立てられた。その一方寄進者は、フランス王国から外国に至るまで広がっていた。カタルーニャのリポイには、寄進箱が保存されており、そこには、フランス、ルピュイの聖母と記されているのである。証拠を集めたものによれば、20世紀初頭に、まだ寄進箱は使われていた。司教ベルトランド・シャランコンは、サントクレール教会にて巡礼者用のメダルを製造販売することを許可した。このホタテ貝の意匠は、オテルデューで亡くなった人を埋葬したクローゼル墓地でも見られる。16世紀終わり、サンティアゴへの巡礼を意味し貝殻で装飾された巡礼のメダルを作る原版が見つかっている。サントクレール教会は16世紀に創設されたサンジャック兄弟会の本部があった。同時代にルピュイ住民のサンティアゴ巡礼への証言がある。1591年9月16日、私はガリシアのサンティアゴでコンポステーラへ向かうためこの町を立ち、サンタンドレの日の前夜、この町へ戻ってきた。ルピュイにはサンジャック施領院もあった。1253年の遺言書にて初めて言及されている。残念なことに、どのように施領院が運営されていたか全く分かっていない。施領院は町の城壁外、サンジャック通りとサンジャック門のそばにあった。施領院の位置は、マルジュリト地方からルピュイに到達した者たちを収容するためであったことを示唆している。レース作りはボビンを使う自分の店の前で作業するレース職人。1930年代撮影。ありがとうございます。